正大です。今日は妖怪ウォッチのシールスナック、妖怪三国志シールスナックというわけでですね、今回は妖怪ウォッチなんですが、テレビアニメのね、妖怪ウォッチでもね、最近ちょこちょこ妖怪三国志やってるんですけどまあまあ微妙かなっていうような感じですね、あのテレビアニメに関しては。はい、今回のシールは全部で25種類です。結構ね、妖怪出てますね。で、しかも、全部ね、三国志の武将の名前がついてるということね。三国志結構いるなと思いますね。僕はあんま三国志には興味ないんですけど、まあ諸葛孔明ぐらいはわかりますよ。はい。それ以外は特にわかんないです。それでは早速ちょっと中開けたいと思います。いや、汚い開け方になっちゃったな。わかる方はわかると思います。まあいいや、まあいいや。はい、中こんな感じですね。今回のこのお菓子ね、どうやらうま塩味ということでね、前回のシールスナックと味が違うということでね、食べます。はい、中はこんな感じのちょっとカールっぽいやつです。いただきます。うま塩っていうけど、なんかコンポタな味したぞ。それではシールの方開けます。それでは妖怪三国志シールオープン。ぽよ。なんだよ、このヒゲ。ブリー隊長、カンウ。というわけで今回、ブリー隊長、カンウ。カンウって、誰？妖怪ウォッチが好きな方ですね。ぜひ、妖怪三国志、シールスナック、買ってみてはどうでしょう。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。